村瀬武雄村瀬武雄5月11日から1959年2月3日は愛媛県出身の政治家衆議院議員愛媛県会議長などを務めた1879年5月11日愛媛県野間郡旧大村で出八1898年広島市の修道学校を卒業その後兵役に従事1903年大井村助役 1910年から1941年までの間に前後6期大井村長を務めた。1919年から1937年まで連続5期愛媛県会議員、1935年12月から1年間は議長を務めた。また、おち軍農会長、愛媛県農会副会長、おち軍畜産組合長、愛媛県産林会区規部会長などの要職も歴任。 1937年4月の第20回衆議院議員総選挙に、愛媛2区から立憲民政党公認で出馬し当選。1942年4月の第21回総選挙では、翼山政治体制協議会推薦で出馬し再選。1946年公職追放。追放解除後の1954年10月、今治市長に公選され1年余り在任した。 晩年は四国産業会社社長を務めた昭和34年2月3日居。く君さん等。ありがとうございます。